あ、違う違う違う、間違えた。皆さんこんにちは、こっそりワークアウトです。続きましてはお腹をやっていきたいと思います。最近ちょっとだけくびれてまいりました。こっそりワークアウトです。こんにちは、中川ゆきです。今日はバンダイをするだけでお腹や背中が引き締まる方法をご紹介していきますと聞いて、さすがにバンダイだけでは引き締まらないだろうと思ってたあなた、ぜひ思い出してみてください。この数ヶ月数年で思いっきりバンダイをした記憶ってありますか？ほとんどないですよね。そうなんです、実はしっかり手を持ち上げるバンザイ、これをしなくなってきたから現代人はどんどん上半身にお肉が溜まってしまってるんです。ですからこの仕組みをしっかりと理解すれば上半身痩せは簡単にできますから、今日も一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、皆さんは腕の重さ何キロあるかご存知ですか？実は体全体の約 6.5% の重みを占めています。約3キロです。両方の手で6キロ、つまりキャベツ3つずつを肩から先にずっとぶら下げているような状態です。ですからすごく重たいんですね。この重みにつられるとどうなるかというと、体幹部上半身が潰れてきますよね。背骨やお腹の筋肉が縮こまってきますから、どんどん姿勢が悪くなってしまいます。筋肉が縮んでくると今見えてますが、血管をギュッと圧迫してしまいます。その結果どんどん血流が悪くなってしまって、循環が悪くなる、そして代謝が下がる、お肉がついてしまうという流れ、非常に多くの方が陥っています。ですから触ってもらうと、たくさん脂肪はついてるのに意外とお腹背中冷たいなって方多いと思います。つまり血流が滞ってしまっているという、それがサインになるんです。ですからバンザイをするだけと言いましたが、実はこのキャベツ6個分の重みを上半身の上に持ち上げるっていう動作は、すごくたくさんの筋肉を使う運動なんです。これを細かく分析をしていくと、人がバンザイをするときは、実は手を地面と平行から上に上げていく段階で、背中の後ろ脊柱起立筋を使って反らして上げていってるんです。ですからこれだけで背中弱ってしまっている筋肉を使います。そしてバンザイ180度上げたときというのは、肩甲骨が約60度ほど上方回転という回る動きをしていますから、肩甲骨や背中のあたりもたくさん筋肉を使っています。そして一番大切なのは体幹部の筋肉です。全身の約 45% の筋肉が体幹にありますが、手を上げていくと普段縮まっていた体幹部の筋肉が伸ばされます。このチャンネルの動画をご覧になっている方はもう覚えていますね。筋肉というのは縮める時よりも伸ばす時の方が約 1.5 倍から2倍ほどエネルギーを消費するんです。つまり全身の約半分の筋肉が常に縮んでる状態なのか、しっかりバンザイをして伸ばしてあげるかによって消費するエネルギーが全く変わってきますよね。というお話を聞いてると、なんか聞いただけで痩せたような気になってしまうんですが、皆さんちゃんとここから実践をしていきましょう。ですから今日は簡単2ステップで構成をしています。まずはバンザイチェックで皆さんがちゃんとできているかを確認してから、正しくバンザイをするためのストレッチ2段階構成にしています。今日も一緒に頑張りましょう。それではチェックから行います。まずは手を持ち上げましょう。この段階で肘が曲がったり、肩首に力が入っている方、もしくは背中が丸まっている方は NG です。バンザイがちゃんとできていません。この後のストレッチをした後は軽く手が上がるように変わっていますから、楽しみにしておいてください。それではスタートです。はい、それではしっかり腕を外回し内回しをしていきます。まずは腕の付け根から外に回しましょう。イメージは小指から外側に回していくようなイメージです。そしてこの腕の付け根、ここをぐるっと回し続けて、肩甲骨や背中を使います。腕はしっかり外回しが理想的な状態。現代人はずっと内巻きで作業してます。家事やスマホ、仕事ですね、たくさん頑張ってますから、できるだけ外巻きにしてあげることで背中、二の腕まで引き締まっていきますよ。はい、このまま繰り返して目いっぱい呼吸を吸って、吐いて、吸って吐いて。呼吸は自分のタイミングでいいから絶対止めないように。そして肩甲骨や背中はしっかりと胸張っていいでしょ、その調子。はい、いいです。でそのまま右手を持ち上げて外回しにしたままゆっくり横へ。はい、どうですか、ここで肘曲がってませんか、伸ばして、そうです、いい感じ。そのままいっぱいいっぱい遠くへ指先を伸ばして、右のお尻は地面を突き刺すように、指先は遠くへ伸ばすように引っ張り合うような感覚です。
深く息を鼻から吸って、ゆっくり口からハーッと吐き切って、呼吸をするたびにどん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 背骨が伸ばされていきます。そしてここ背中が丸くなりやすい方はしっかり伸ばす。どうしても背中丸まる場合は椅子に座ったり正座にしてもらってもいいですよ。足のポジションは自分のしやすい形に変えてください。そのままもう一個遠く遠くつむじを遠くへ引っ張っていけそうやったら、さらに深く長く呼吸しながらより伸びてきたらバッチリです。はい、OK。 今度は反対側、腕を外回し、いいですよ。はい、このまま背筋をピーンと伸ばしてゆっくり吐いて、右へ左側の脇腹全体を伸ばしていきます。最初にやったバンザイ苦手な方、腕が上がりにくい人は広背筋、この辺りの筋肉が固まっています。これは腕を下げる筋肉なので肘が曲がります。 NG です。伸ばせば伸ばすほど脇腹や腰肉、背中が引き締まっていきますね。使ってる感じありますか？ゆっくり鼻から息を吸って、目いっぱい口からハーッと吐き切って、そう、ナイス、いい感じです。呼吸もできてますね。ちょっと肩上がってませんか？肩下げて、そう、そのぐらい長い首を保ちましょう。はい、皆さん見えてますからね、今の綺麗な姿勢保ってください。伸びてきましたね。はい、ね、そのまま手をついて四つ這いで、手を遠くへ置きましょう。肘の、肘を伸ばして膝の遠くへ手をついて、よいしょ。はい、これしっかりと脇の下から今の広背筋をさらに深く伸ばします。目いっぱい吸って、吐いて、よいしょ。でこの腕は付け根を少し外回しにしているようなイメージです。腕の付け根から脇の下、体側を伸ばしましょう。そして上半身をねじる、胸を天井に向けるような感じで引っ張るとさらに伸びてきます。ストレッチはやりながら自分にとって伸びが強まるところを探しましょう。常に自分の筋肉と会話をしながら筋肉とお友達になってください。よいしょ。はい、あと5秒ほどいきましょう。いいですよ、その調子。どんどん血流が良くなってますね。はい、反対側です。今度は逆側の膝の前に手をついて、腕は外回しにするようなイメージです。特に肘回しといて、はい、そのまま遠くお尻を引きましょう。目いっぱい息を吐いて、吸って、ゆっくり吐いて、吸って、しっかりとこの脇の下から体側のあたりを伸ばしましょう。そして胸をねじって長く呼吸して、どんどん背中が伸ばされていきます。腕も軽く上がるように変わってきてますよ。はい、もう一個遠くへ遠くへ、お尻は後ろ、手は遠く、前後に引っ張り合うような感覚でもう一息伸びてきます。そう、その調子。これが終わったらしっかりと胸を反らしていきますからね。もう一息、遠くへ後ろへ引っ張って深く吸う、ゆっくり吐く、深く吸って、はい、です。さあ、それでは手をついて、腰が辛い人は肘曲げといてください。余裕があったら胸を反らしていきます。肘を伸ばしましょう。これ最初に言った胸を反らす動き、万歳するときは背中も反らしているんです。これが辛いよっていう方は、実はバンザイするとき背中が反れていませんから、背中のたるみや腰痛の原因になっています。一日中ねデスクワークを頑張っている方や、家事で下を向いて、頑張っていらっしゃる方は固まっていますから、ぜひ、寝る前に1回は伸ばしておいてください。そして深呼吸です。吸いながら胸の前が広がっていく、吸って長くハッと吐き切る。呼吸は深く長く、特に吐く息はあーとため息をつくように、あったかい息を吐くと下腹まで引っ込んでいきますよ。はい、いいです。では今度お尻を持ち上げましょう。で、さっきの手をついた動きと一緒ですね。ここでよいしょ、手ついてお尻を後ろに引いていきます。せーの、よいしょ。背中、胸を反らして、よいしょ。はい、これもね、見た形わかりますね。万歳をしてます。
それでは外回し、せーの、手のひらを返す、手のひら下向きから向かい合わせ、それと上腕が外旋といって腕が外巻きになっていきます。この動きがバンザイにはとっても大事。背中を反らす動きと腕を外回しにする動き、よいしょ、だいぶ動いてきましたね。もう一個お尻を後ろ、はい、胸や顔を地面にくっつけるぐらい、いいですよ、その調子。もう一息でおしまいです。はい、OK、 だいぶ動いてきましたね。ラストはこのまま手を交互に後ろへ引っ張ります。胸の前を伸ばして深く息を吸って、吐いて、吸って吐いて、呼吸はゆっくりでもいいですから自分のペースで。そうです、今使っている筋肉分かりますか？胸の前が伸ばされて肩甲骨や背中の筋肉がギュッと使われてますね。そう、体幹部の筋肉が喜んでいます。その調子で繰り返しましょう。暑いですね。血流がどんどん良くなっているのが分かりますか？さっきまで縮んでたお腹がピンと伸びる伸びる、その調子。もう一息、はい、あと10秒いきましょう。四十肩とかね、肩は痛みの予防改善にも効果的、内巻き型もどんどん改善されていきます。はい、 OK、 では最後はバンザイを10回だけ一緒にいきましょう。手を肩幅に肘をピンと伸ばして、このままでバンザイ、1、2、3、4、胸張って5、6、7、8、9、ラスト10、 OK、 最初にも首肩が楽になったり肘が伸びきってる感じがあったらバッチリです。このように体の仕組みをしっかりと学べば今よりも確実に体が美しく健康に変わっていきます。本気で体を良くしたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校ユーフィット、ぜひ1週間無料体験をしてみてください。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価。お疲れ様でした。ちょっとお知らせがあるんですけど、ちょっと一人でこっそりとやってるのが寂しくなってきたので、ちょっとみんなでズームでやってみたいなと思って、イベントをやろうかなと思って、5個ぐらい前の投稿でやったんですけど、こっそりさんと一緒にワークアウトしましょうということで、ズームの中でやっていきたいと思います。ズームでミーティングするのはちょっと初めてだし、喋るの苦手なんですけど、ちょっとやってみたいなと思ってやってみたので、ぜひちょっと誰か申し込んでください。ではお疲れ様でした。